はいどうも、キープオンリーワンラベフケイです。こんばんはの時間ですかね。はい、現在時刻は6時47分です。今日もアルバイトですね。はい、若干眠いですが、では今日は、雑談の方をやっていきたいと思います。まあ、ネタがないですね。でも雑談って言っても、はい。じゃあタバコ吸いながらやっていきます。ピースライト。そうですね。やっぱり、暑いですね。まだ夜はちょっと涼しいんですけど、お昼ぐらいはすごい暑いかなというイメージです。そうですね。本当に最近バイトと家っていう生活ばっかりで、全然休まる暇もなく、4時間ぐらいしか寝ずにバイトに行ってってことを繰り返していた結果、昨日夜走りに行こうと思ってたんですけど、10時過ぎぐらいに倒れるように寝てました。はい。昨日、そうですね、昨日バイトが終わって何時ぐらいだろう、11時とか12時ぐらいに、まあ、昼の11時とか12時に寝たんですよ。で、5時ぐらいに起きて、またこのぐらいしか寝れなかったなとか思いながら、インターネット、パソコンをやってて、そしたらどんどんなんか眠くなってきて、あ、これはまずいなからの、やばい、これはモンスターエナジー買って走りに行くべきだな、走りに行く前にモンスターエナジー買ってから行くべきだなと思ってたんですけど、はい、パソコンの電源を落としてですね、さあ行くかと思って、とりあえず着替えようと思ったら寝てましたね。はい。で、結局今朝6時に起きて、軽く走って帰ってきて、また寝ましたね。バイトなんで昼のうちに寝とかないとまずいんですけど、今日結局そうですね、10時ぐらいに寝て2時前に起きちゃいました。それからずっと起きてましたね、もう。で、この後、また2時間後ぐらいに家を出ます。バイト自体は10時からなんですけど、いつも1時間前には家出て、バイト先で、とりあえずなんか飲み物買って、タバコ吸って、ゆっくりしてから、バイトを始めるっていう感じですね。はい。プロ野球もいよいよ大詰めということで、まあ今年も巨人ですかね、セ・リーグはね。パ・リーグはちょっと分かんないですけど、今パ・リーグってどこ1位なんですかね。まあ、楽天はまずないですし、今年なんかオリックス頑張ってるっていうイメージでしたけど、どうなんですかね、今。そうですね、ここ数年、広島が頑張ってるっていうイメージがありますね。そのうちリアルにガチでちょっと広島勝つんじゃないかと、優勝するんじゃないかと思ってますけども。で、星野仙一監督が、今シーズンで、退任ということで、はい、楽天ですね。はい、次の監督は誰になるんでしょうか。おっと、パリーグ1位はソフトバンクですね。クライマックス圏内にいるのは、パリーグはソフトバンク、オリックス、日本ハムで、4位にロッテ、5位西武、6位楽天ということで、去年の優勝は何だったんでしょうかね、楽天はね。マー君のおかげですかね、やっぱりね。
で、一方の、セ・リーグはというとですね、巨人、広島、阪神、中日、横浜、DeNA、ヤクルトっていうふうになっていますと。どうなってるんですかね、巨人はね。なんと、チーム打率、最下位です。リーグ最下位です。凄まじいですね。ちなみに12球団最下位は日本ハムとなっています。2割4分8厘。それに次いで、ロッテ2割5分。西武2割5分1厘。ときて、巨人ですね。2割5分5分5厘。で、DeNA2 割5分6厘。楽天2割5分7厘。オリックス2割5分8厘。何気にあれなんですね。巨人すいません。セ・リーグの、チーム打率トップは、まさかのヤクルトです。2割7分8厘。しかも12球団で見ても2位。12球団1位はソフトバンク2割8分2厘ですね。凄まじい。はい。まあ、簡単にどのぐらいかっていうと、大体ですね、2.8人に1人の割合でヒットが出てるということです。ソフトバンクはですね、はい。凄まじいですね。なんでそれでヤクルト最下位なんですかね、本当にね。あ、すいません。防御率が、まさかの、12球団最下位でした、ヤクルト。4.62。ちょっと防御率はどうなってるのかわからないですけど。何気にそのヤクルトの山田がですね、6ヶ月連続で先頭打者ホームランの珍記録作ってるんですね。楽天の新監督は誰になるんでしょうね。そして、プロ志望届なんですが。高校野球の方見てみましょうか。山形中央の石川直也投手なんかも出してますね。やっぱり前橋育英の高橋光成選手。誰だろう。やっぱりまだあれですね。済美高校の安楽投手はまだ出してないんですかね、プロ志望届は。まあ、まだ完璧に出揃ったわけではないので、はい。なんとも言えないですけども。今年のプロ野球はどうなるんですかね。そのドラフト会議はどうなるんですかね。小島投手は多分大学進学だと思うんですけど。まあ、正直今年の甲子園を見ていないので私は何とも言えないですね。はい。まあ、甲子園に出てなくてもプロ入りするっていう可能性はなくはないので。どうなるかわからないですけど。
そうですね、巨人は、なんか主軸の打者がちょっと苦しんでる印象ですね、今年は。村田、阿部あたりが特にそうなんですよね。ちょっと厳しいですね。それでもなんとか一応首位をキープして、今マジック8でしたっけ。はい、どうなるかはちょっとわからないですが。なかなかに厳しい戦いになりそうですね。もしかしたらこれ短期決戦とかで、コロッと広島あたりに負けそうな気がしますね。まあ阪神が短期決戦に基本に弱いっていうか、阪神自体そこまで強い球団だと思ってないんで、私は阪神ファンの人には申し訳ないんですけども、阪神って何なんだろうなっていう感じですね。はい、まあ野球もそうですし、まあそうですね、多分中日は今年もまた落合ゼネラルマネージャーによって、凄まじいぐらいの、大幅減額を強いられる選手が多々出てくるんじゃないのかなという感じです。でプラス、あの今年山井大輔投手が国内 FA 権を取得したので、もしかしたら今年のオフも争奪戦は凄まじいことになるんじゃないかなと思いますね。ストーブリーは山井投手とかもあそうですし、金子千尋投手も FA 権を取得しているので、どうなるんでしょうか。ちょっと楽しみじゃ楽しみですけどね。そうですね、今年は、個人タイトルの方もちょっと気になるところであるんですが、ちょっとメジャーリーグの方は、下手とすると、誰も50本にすら到達しないんじゃないかと言われていますね。メジャーリーグはの、あのあれですね、ホームラン王争いなんですけども、今年本当に40本台前半で終わるんじゃないかっていう風に言われています。確か今トップの選手がですね、確か30本台後半ぐらいなんですよね。日本のプロ野球みたいですね。なんかメジャーリーグってなんかすごいポン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 ホームラン打ってるイメージありますけど、どうなるんでしょうか。本当にメジャーリーグも飛ばないボールに変わったんですかね。日本みたいにね、何も言わずに飛ぶボールに変わってたとかはないとは思いますけれども、あれはちょっとひどかったですね。何をやってるんですかね、コミッショナーはね。本当に名前入りのボールで。じゃあもう一本タバコ吸います。どこだ、どれだ、これだ。これはもうどうなるんですかね。そうだ、タバコの新商品の情報また調べてみましょう。お、はい、新商品の情報がまた一つ入りました。ホープ期間限定味、また出ます。春に、そうですね、なんか出ましたね、なんちゃらゴールドとサワーレッドでしたっけ、なんかが、出たんですが、また出ます。ホープホットブラック9、特徴はピリッと心地よい風味だそうです。タールは 9mg、 ニコチン 0.8mg で、10本入り230円、そしてホープパッションイエロー6、
パールは 6mg、ニコチン 0.5mg、20本入りで230円、どれも同じですね。ほんのりとコクのある甘みだそうです。で、2014年の11月10日発売で、全国販売なんですけど、全店取り扱いとは限らないとのことです。で、あとはそうですね、ウエストのシルバーが出るということで、3ミリです。2014年9月22日、もうすぐですね。20本入りで380円、タールは 3mg、ニコチン 0.3mg で出るそうです。ジョーカーも新しいの出ましたね。なんかカオスじゃないやつ。メンソールとなんかが出ましたね。は？ラークもなんか新しいのが出ます。ラークハイブリッドセレクション、スーパースリムですね。ロングサイズスーパースリムで、ミントカプセルイヤーアセテートフィルターを搭載とのことです。20本入り410円、タール 6mg、 ニコチン 0.5mm で、製造はロシアで10月27日全国発売ということで、ハイブリッドという名の通り、そのまま吸ったらレギュラー味、カプセル潰せばメンソールっていうふうになります。と同じくハイブリッドセレクション1ミリ。これも同じ値段ですね。タールが1ミリ、ニコチン 0.1 ミリ。というだけです。で、ラークアイスミントセレクション1ミリロングが出ます。も出ます。同じ日に発売で、そのまま吸ったらメンソール、カプセル潰したら、漂麗ミントにスイッチとのことです。まだまだ先のことなんで、気になる人だけちょっと覚えておいていただけたらなという感じで、はい。という感じですかね。なんかあと新しいのが出てますね。フロイドっていうんですかね、これ。初めて見ましたね。最近タバコ屋全然行けてないんで、あれですけど。9月1日発売だったということです。一応スペックなんですけど、南米ウルグアイよりということで。タールは 10mm、6mm、1mm があって、各430円とのことです。スーパーチャコールフィルター、やっべ。今画像見てるんですけど、凄まじいぐらいに石炭が、すみません、活性炭が、敷き詰められています。詰まってます。やばいっす。なんじゃこれは。これで雑味とかえぐみを取ってるんですかね。すっげえな。どっかで見かけたら、買ってみたいと思います。またマイルドセブン臭がするなという感じですけどね。
じゃこりゃ。最近の新しいタバコってなんかみんな似たり寄ったりの味するんですよね。約1年前に出たあのマイルドセブンじゃなかった、すいません、セブンスターのリアルリッチリアルスモークはまだ良かったんですけど、最近出る新商品はハイブリッドとかカプセル搭載とかそういうのばっかりですね。あとあれでした、最近出たピースのアロマも良かったですね。アロマロイヤルしか吸ってないですけど、これですね。また近いうちにクラウンの方も吸おうと思ってて、結局まだ買ってないです。はい、さすがに6ミリはちょっと軽いかなって感じですけどね。あとラークのブラックハイブリッドも私のバイト先ではまだ出てません。まだハイブリッド、ブラックのままです。それどころかハイブリッドの6ミリもまだパッケージ変わってないですね。ラークは本当に次々と今パッケージを一新しているところです。なんていうか旧フィリップモリスの方にパッケージを合わせていってるんですよね。赤ラークの新しいパッケージ見たときなんかポールモールと似たようなものを感じました。多分全然違うんですけど、なんかぽかったですね。では消します。確かラークでパッケージ変わらないのは何だったかな。クラシックマイルドとアイスミント、違う、アイスミントじゃないな、あれ。なんだっけ、クラシックマイルドとミントスプラッシュだけだった気がします。あくまで気がするだけなんで間違ってたらすいません。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。